はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。2016年の9月15日ですね。日程表確認してみると、一応ね、パリーグは9月の終わりで、シーズンが終了します。でセリーグはなぜか10月の方までもつれ込むんですけど、まあなんでだし、チーム数が少ないけどなんかパリーグの方がもつれ込むかなって思ったんだけど、まあでもそういう計算なんでしょう。一応9月の29で、シーズンが終了するので、まあ今日はそこまでは行きますか。で、10月の後ろの方でオフシーズンのイベントが色々とあるので、それは次回やっていきましょう。じゃあ、試合をやりますと。で、そうですね、二刀流の選手はちょっと野手能力が基本的に高いんで、まあ代打で出てもらいましょう。なので DH はレインボー2と OK で、あと能力アップも、まあ一応試合に勝ったらお立ち台に上がった人を上げて、負けた時はまあそれなりの選手を上げていきましょう。パワーポイントもね、そんないっぱいあるわけじゃないんで、ガンガン使っていけるっていうものでもないので、先制か。これ、よしよしよし、さすがに高橋家は足が速いから、サードまで走れるね。チャンスに弱いやつが続くな。多分ね、独立で作ってくれた人は、結構ね、チャンスを消してないと思うんですよね。おー、すげえ。いいプレーだ。こういうプレー見せられたら多分守備力強化するな。レインボー2のパワーヒッター、まずね、先制点を取りたい。タイミング合いません。サードランナーチラッと見た、投げた、打った、お、これはいいんじゃないの。よしよしよし、まず1点パワフル、まずは1点先制、1対0。まあただね、ピッチャーがね、どうなるか。一応今のところ抑えてるけど、ゴールドボール。バッターは2000本安打の好打者、打ちました。お、2000本安打。投球これから2球目。あ、失投した。あっぶんね。でもなんだかんだで追い込んだな。1球外して。完全なボール球。カウント1ボール2ストライク。3回の表でもスタミナがこれだけか。これセカンド。よし。いいね、さすがいい動きするよ、サンデー毛利は。バッター、バントの名手、藤田。バントの名手。外れたボール。第2球。4回投げ切れるかどうかだな、スタミナ E だと。見送ってボール。カウントは2ボール、ノーストライク。投げた。カットボールは、カットボールもかなり怖いな、っていうか。全部1だからね、変化球。投げました。あー、危ない。でもとりあえず抑えてくれたな。よし、あと1人、これでツーアウト、ランナーありません。まあ、あと1人抑えてくれるでしょうって言って、大体点取られたりするんだよね。おー、ナイス。お、またレインボー2投げました。ストライク、タイミング合いません。サンデー毛利が3塁にいるのか。投げました、ボール1球外します。第3球ボール、カウンター2ボール1ストライクです。第4球をここで点をもぎ取れればかなりでかいんだけどな。さあ5球目打ちました。これはでも最悪だマジかよ。さっきはな、1点取ってくれたんだけど、ピッチャー頑張るね。高橋系結構出てるね。足が速いからか。ただその後ね、チャンスに弱いやつらがどんどん続くからね。チャンス F、チャンス G とか。投げました、スライダーボール、はっきりしたボール球、カウント1ボール1ストライク。投げた、シュートは空振り。あー、今の振るのか。追い込まれました。第4球を投げた、これは危ない球。うん、ボールボール。第5球投げた、これは、おー、でもどうしたか。投げた、お、いいね、打ちました。模擬、あー、でもこれは掴んで、これで3アウトになります。2アウト。おお、追加点のチャンスです。レインボー2が出てる。サードゴロ、初球を打ちました。よし、あー、でもこれは当たりが良すぎたか。惜しかったなすげえな。でも抑えてるね。高橋圭はそしてめっちゃ出てるね。第2球
投げた。アウトローの直球はボール。カウンター2ボール。第3球を投げました。高橋圭が出てからのその後にねチャンスに弱いやつらが続くっていうのがあれかなかなか厳しい状況か。投げました。打ちました。これは取られないよね。2アウトだからね。流し打ちどうだ。1、2塁間限。もう少し打球が強ければよかったけど、でね、あ、いいか。このままいけばちょっと9回見よう。大体ね、見るとね、でも点を取られるんだよね悲しいことに。おっ、お、いいね、いいね、いいね。走れ走れ。さて、守護神誰を出すかだな。てかまあ勝手に出てくるんだけど、ノリノリ頼むぞ。ノリノリピザ。まずはウエストか。投げました。お、警戒してるね。ちょっと待って今のを振るか。第3球を投げました。見送ってストライク。バッター追い込まれました。せめてね、犠牲フライでいいんだよ。これ振れ、よし、ナイス。おお、いいね、いいね。走れ走れ。よし、3対0。今日は勝ちをもぎ取れるんじゃないか。今日2本の副部長、副部長もチャンス G か。チャンス G でミートが G か。これは結構厳しいな。ストレートはボール、外角低め。カウントはワンボールワンストライクです。ボール、外角高め。カウントはツーボール。とりあえずね、上げてくれ。もう上げてくれるだけでいい。外野まで。投げた。あ、これはストレートはストライク。第6球を投げた。頼むぞ。ストレート、おー、フォアボール。それでもいいね、いいね、いいね。よく見た、よく見た。シラ、バッターは9番。今日4度目のバッターボックス。一応ミートはいい、あるのか。まあ、パワーがないけど。第2球、完全に外れた。外野までは完全なボール球。カウントは上げてもらいたい。一応絶好調だしね。次は4球目、投げた。外角高めの直球はボール。カウントは2ボール2ストライク。投げた。あ、これは危ない球。さて、ここで押し出しっていうのもありだよな。あ、これ振るなよ。 OK OK、 よく見た。ナイスだ。今日3本のヒットを放っている高橋。すげえな、高橋。今日めっちゃ打ってるよ。やっぱミート C の足 A っていうのがすげえんだな。チャンスは F だけどさ、てかさ、うちのさ、メンツさ、チャンスに弱いやつら何人いるの、このスターティングオーダーで。投げました。ボール。カウントは3ボール1ストライク。やっぱミートなんだな。投げました。おお、押し出し。今日は押し出しが続くね。まだ投げさせるか。ちょっと楽天の監督誰か知んないけどさ。第2球。だって3連もでもチャンス F だかんね。で、また次のやつも確かチャンス G とかでしょ。わあ、やられたか。今日は安打を放っています。ほら、カリンちゃんチャンス G だからね。危ない球。でもね、5対0。これはね、いけると思うよね。さすがに。いけ！よーし！すげえ、ビッグイニングだ。ここ、2点入ったな。おぉ！超珍しい。打線が爆発してる。しかも、こいつ珍しく、勝負師を持っている。勝負師を持ってるけど、フィートとパワーが G か。ここの勝負師がどう生きてくるかだな。見送ってストライク。最悪内野安打でもいいけど、そうすると本塁が刺される可能性があるのか。一体よくやった。第9投げた。スライダーボール。まずは外、はっきりしたボール球。投げました。ボール。バッターよく見ました。カウントは2ボール。第3球は3球目ストライク。まあ今のはね、見てもいいでしょう。投げました。あ、これ、あ、サードの頭上、ウィーラー落下点に入った。取りました。これで3。いやー、でも何点、6点も入ったのか。おお、待って待って待って。あ、最後見たかったのに。あ、すげえ。ほら、勝利投手と高橋圭か。本日3安打。やっぱりな、めっちゃ打ってるからね。勝ちました。あ、これはうまいよね、本当に。セカンド、ほら、ようやく一勝か。よく頑張った。おお、ファンも増えたね。学校までわざわざ見に来てくれたのか。1300人増えたけどさ、何人見に来てくれたの、この学校に。ローソンがノリノリになった。よしよしよし。
わあ、ジャックス2週間の片つ、うわあ、ソネ2週間の肘痛、レインボー2について、能力タイプはおそらく守備型のような気がします。あ、そうなの？パワー型に気がするんだけどな。どういった選手で将来的にどのような選手になりそうかなかなか分かりません。日程を進めていくとコーチの分析によって特性が少しずつ分かってきますと。ほうほうほう。ケイト守備が上がったな。じゃあちょっとヒーローのお二人にはまずホラーってなんだっけ、そもそも中継ぎか。中継ぎで球速が遅いからちょっと球速を上げますか。球速、これか、球速によし。で、高橋圭は足が速いんだよね。足が速いけど他の能力があれなのかな。なるほど。そうすると外野、いやでもな、ちょっと打撃に寄ってもらいたいからパワーあげよう。パワーパワー。高橋系どこだ、いた、よし。てかかなりやがんなこれ、ランダムのあれがすごいね。じゃあちょっと日程を次のところまで進めよう。西武ドームじゃなくて、P だから QBC マリンフィールドか。ここまで行こう。さてさて、今日はロッテってどれくらいなんだ。あ、そうだ、なんか誰かノリノリになったって言ってたね。ローソンだっけ、あげられるかな。あ、ローソンノリノリになってるね。登録抹消中そう、登録抹消中か。あと1日か。ちょっともう1日ノリノリ状態を維持してくれ、すまん。そうか、だからやっぱりあんまり変えすぎるのも良くないね。ちょっとオーダーで野手、DH はどうすっかな。英国紳士、英国紳士な、どうだろうな。ちょっと今日は DH を任せるか。でファーストは山田くんにしよう。でピッチャー吉田くん、調子があれだけど先発、あ、先発はあんまり調子がよろしくないね、みんな。じゃあ吉田君に任せるか。スタミナは C あるのか一応。よし頑張ってくれ。ピッチャーのところでね、止めるのがねなかなか難しいんですよね。最後抑えの投手を見たかったんだけどな、前の試合。おお、このパターン多いな。サンデー毛利がバントするっていうパターン。第2球投げました。ここバントにさ、チャンス F ってどうなの、あんまり関係ないか。サンデーモーリーはね結構強行的にねバントするんだよね。スリーバントで失敗するっていう。あ、高橋家今日は3番か。変化球ストライク、インハイへ。まずは見送りました、投げました、直球見送ってストライク。ミートシーっていうのでかいよね。追い込んで投げました、空振り三振。あー、でもダメか。高橋今日の先発誰、相手は二木か。ストレートはボール。これでも英国選手はいいな。パワー A のチャンス A だからな。パワー A っていうかパワーヒッターか。パワーは S だ。若干ミートかな、小さいけど。そこはしょうがないか。お、いやー惜しかったな。もう少し芯に当たってればホームランいったよな。まあそこはミートの小ささゆえか。3回の表入れられてるね。パワフル攻撃に入ります。先頭バッターは小山。そっか、これはあれか。これで1回解除して、で速攻で止めればいいんだ。
で通常試合パワフル追う展開で迎えまだかほっどうだマリーンズこの回は打者1番からの攻撃いい、ね、吉田君もすでに2失点してるからな最初のバッターボックスはフォアボール鈴木ミート A か打ちましたいい当たりモーリー大ボールを掴んでアウトワンアウトまあよく抑えてくれたおでもさあ同点のチャンスを迎えました3対2か2アウトランナー2塁という場面で切り札カリ第2球小山くんは足が A か肩越しにランナー見たカットボール見送ってストライクバッター追い込まれました第4球を三振のチャンス G が打ちましたレフト落下点ダメか角中さんこれで3アウトになりますそういやうちの角中さんはもういなくなっちゃったからね2塁までランナーを進めましたちょっと中継ぎを見ますかこれは高速にしてホイッとマリーンズリードで迎え負けたんとかわいそうすぎる今日はここまでこれ打たれんじゃん危ねえ危ねえあーでもカリンお前の守備力でナイスだこれで2アウトランナーありません福浦バッターは5番福浦投げたすげえ曲がるなスローカーブってやっぱり初球ストライクから4で好調だから5相当のスローカーブがあるってことでしょ投げましたスローカーブボールインローへでも負け担当もねこう出てきてもし打線が爆発すれば勝利投手になれるっていうクホホホダメだヒット打ったバッターは1塁蹴って2塁へ打たれたか先ほどヒットを放っているキヨパワフル1点差でドラゴンズに合ってました2人と角中さん6回2失点あでもまあそれなりに頑張ったねうちのチームも吉田くん12敗かあ英国紳士打ってるね16号今日は英国紳士がそうか6回に打ったのかあとはまあ普通だな誰がなんかこう活躍したっていう感じもなくピッチャーの記録は吉田くんが5回投げてまあちょっと負けちゃったとでホラーランタ負け担当がちょいちょい出てる感じかあこの辺はちょっと細かすぎてよくわからんからでも一応ファン増えてるねツーランホームラン期待の新人出場とかでも増えてるんだあんまりここら辺中身見てなかったからなおお上がるねこれもしやさあんまりさ飛ばさない方がさ能力とか上がるのかな飛ばしちゃうと練習能力とかってどうなのちょっと一試合ずつ 見ていくっていうかスキップしていこうなんとなく勝ったな南條くんほらほらほら試合やるとなんか上がるよさっき勝ったけどさ誰が活躍したとかよくわかんないからねこれはわーギリギリ負けたかシノンが6敗あ詳細は見れないんだいやこれなんか1試合ずつ1試合ずつこうやっていった方がなんか成長するねみんなちょっとこれでやっていこうこれからちょっとめんどくさいけどねえっ、ー、と宮内くんが14敗本塁打カリンが打ってるねうわーってなってる先頭打者本塁打先頭打者だったんだカリンおおほら上がるよ上がるこれでやってこうこれでよし日程はちょっと見つつだないつ試合が終わるんだっけうちの試合って29日のヤフオクドームをやってだから次29までちょっとスキップをしていこう本塁打レインボー2、6号敗戦が若松くん10敗ファンが減っていくほらほらほらすげえよすげえ肩とかめっちゃ上がってるよこれ一応練習の効果とかもやっぱりあるのかな25日でしょこれで上げていこうイソッチが15敗15敗か
くまたがるよ多分。あ、ウサギちゃんがノリノリじゃなくなった。てへーみたいな顔してんだけど。ほらほらほら、毎回上がるよこれ、誰かしら。でさ、思ったんだけど、そろそろローソンが一軍登録できるよね。ローソンまだノリノリを維持してるかな。てか校長のやつらが多いな。あ、ローソン校長維持してるわ。高橋系はな、結構頑張ってるけどな。ちょっと変えよう。で、あと絶好調のやつらもいるね。サード今誰やってんの。竜王か、竜王。まあちょっと好調だけど出すか。で、江戸川コナンはね、セカンドだけどね、まあ、小山くんも調子が悪いから江戸川コナンくんを入れますか。あ、マー君もセカンドか。セカンドとね、ショートがね、すげえ被るんですよね。3人は、ちょっといらないから、キャッチャー。マーク入れるか。よし、OK。これで行きましょう。まあ、行きましょうって言ってもスキップ試合だけど。で、移動して、お、ほらほらほら。なんて移動日でさ、上がるの。で、あと試合をやる日だけは間違えなければ大丈夫なんで、最後の29日ですよね。で、今日が27なんで、すげえな、これ。やる気がすごいな、みんな。相手チームはさ、こう、まあ普通だけどさ、やる気だけはあるんだろうな、このチーム。おし、行くぞ、みんなみたいな。絶対勝つぜって言って、7対1っていうね、ホームランも打てず、太田くんが負けてしまった。やる気はあるけど、ファンは、みんな、そのチームってさ、やる気しかねえよな、っていう。あー、ちょっとセカンドシーズン、来季はもうこれでいきましょう。ちょっと飛ばすんじゃなくて、一試合一試合をスキップしていくっていう。で、ホラーがちょっとね、やる気なくなっちゃったけど、もうお前らのやる気についていけねえよ、みたいな。なんかすげえ変動があったな。おー、吉田くんスタミナが B になった。てか吉田くん今何あげてたっけ、練習で。29日、ちょっと、どうやって変えるんだ、采配で変えるんだっけ、練習設定。吉田くんのスタミナはもういいでしょう。あ、スタミナ練習になってんね。コントロールか球速か。先発だからな、ちょっとコントロールも上げよう。あとみんな大丈夫かな。まあいいや、次の。って変わってる今。変わったちゃんと。あ、変わってるね。そうか、怪我してんのか。じゃあさて、今日は最後の試合ですね。出番プレイで、ノリノリくんが DH。 いやー、やっぱすげえな、うちのチーム。やる気だけはあるな。やる気だけはあるけど、やる気がみんな空回りしてんだろうな、勝てないってことは。ちょっと暑苦しいチームだな。まあ一応監督は俺だからね。ちょっとね、そういう暑苦しいチームはね、ちょっとついていけないよ。みんな頑張ってくれてるけど。おお、際どい。第2球投げました。おお、シンカーをなかなかいいところに投げるね。第3球を投げました。これは低めに集めてるね。第4球を投げた。あ、この、お、打ちました。柳田、余裕があります。取ってこれでスリーアウト。そうか、ここでやっぱりね、犠牲フライを打てないっていうか、そのツーアウトだからしょうがないんだけど、そういうのがちょっと辛いよな。あ、そうか、3回だ。またちょっと調整をしなくては。でプレイにして、ほい、どうだ。いいね、若松君、チェンジアップ。チェンジアップって全然曲がないんだね、やっぱり。おお、これはヒットになります。鶴岡、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで送られたな、これは。お、いいね、いいね、いいね、取れるよね。おお、ナイス炎上。かっこいい。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9。もう中村のさ、なんかバッティングフォーム、腕がくね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 してて、気持ち悪いんだけど。なんで腕がくねくねしてんの、こいつ。チェンジアップはボール、わずかに外れました。カウントは2ボール、1ストライク。お、これショート。あー、ダメか。鶴岡二塁回って三塁へ。肩がよろしくないぞ。すげえ肩悪いな。パープル先制のピンチを迎え
ちょっとしょうがない。お、抑えたな、さすが。でも点を入れられている。ターニングポイント、江戸川コナン。ミントが D あるからな。あ、これいいんじゃん。おー、バッター追い込まれました。一気に追い込まれたな。英国選手は足が遅いからな。1球外してボール、カウント1ボール2ストライク。まあローソンがサードに、サードっていうか三塁にいるんで、よしよしよし絶対英国選手帰ってこれないな、これ犠牲フライとかもさ、浅いフライだと絶対帰ってこれないよね。おー、意外性燃えてるね。いけ、あ、結構曲がったな。進化やっぱり5あるからか。アウトコース低めストライク、少し迷ったか。これはあれか、なんかチームが乗ってるから。第4球を投げました。やられたね。いい勝負はするんだけどね、どうしても7回1失点か。結局やられたな。外野フライに打ち取られて、お、タイムリーヒット、江戸川コナン君。ちょっと江戸川コナン君あげますか。若松一応1セーブしてるんだなんか先発だけどさ、なぜか1セーブしてるっていう謎の状況だな。お、160人増えた連敗でファンに見放されてんのか、やっぱり連敗で。お、織田信長ここに来てノリノリ状態になったけどさ、もうペナントレース終わっちゃったんだけどね8位って。よしよしよし、ちょっとね、この成長の具合がなんか分かってきたんで、ちょっと来シーズンからですね、来シーズンからかなり期待できるな。こう1試合1試合、1日1日進めていくと結構上がりそうですよね。これはちょっと来シーズンかなりワクワク感が大きいんだけど、俺の中で江戸川コナン君を見ますか。じゃあそうすると1日1日やっていけば結構上がるんで、お立ち台に立った人を、まあ、次から、まあ、次のシーズンからこう本を使ったりしていきますか。江戸川コナン君どこにいた。ああ、ミートが高いのか。やっぱこの人もちょっとな、打撃寄りになってるからな。セカンドか、セカンドはやっぱね、守備欲しいよね。ちょっと江戸川コナン君に守備をやってもらいますか。守備守備守備、よし、守備強化。6、よし、 OK。で、あとセリーグがちょっと続いてっていう感じですよね。なので次は、オフシーズンのところをやっていくので、まあ、それまでにちょっと、ドラフト的なものをどうするかも決めておきます。で、一応ちょっと今回やって分かったのが、まあ、来シーズンはね、その日程表を飛ばすんじゃなくて、まあ、1日1日やっていって、まあ、能力アップに努めていきましょうというところですね。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。